グラジエーター021 in 大阪イナロクボックスです。左側エンカウンター所属雨山聖也、そして岩崎達也総司の豪機会所属、右側平本城。さあ鎌谷誠さんの解説でお送りしてまいります。平本選手は平本蓮選手の弟。そうですね、もう打撃はすごい強いみたいで、はい、お兄さん譲りで、まあ、世界中の MMA ファイターだったり MMA 事情に詳しくて、まあ、お兄さんの情報源にもなっているなんていう話も伝わっています。もうまず似てる構えも構え、そうですよね、すごい似てる。ちょっとこう開くようにして、まあ、腰の落とし方といいますか、全く独特、独特ですね。でも本当にお兄さん似てますね。いや前蹴り強い、奥に引いた足から、そしてこうやって足のさばき方ですよね。面白いところ、殴って片足タックル、片足シングルレッグへ、お抱え上げて雨山シングルレッグ、そのまま腰回り離しませんね。ナイス、これ足入った、ここにもあるチャンスですね。これバックマウントの体勢、そのまま入った、でいきますね、リアネヒロチョークの体勢。なんとかこれ平本が身をよじってかわそうとします。そうですね、もうフィジカルで入れてますね。離れた、あれよく外れましたよね、いやもう決めれるかなと思ったんですけどね、全く。まあでもその後ちょっとこうヘッドギアの乱れが生じています。逆に今あの相手の、はい、雨山選手は結構チャンスだったんで、はい、まあもったいないなっていうのはちょっとありましたけどね、はい、あ潜在一流のチャンスありました。あの今日この後プログレスで出場します師匠の前田義郎選手が本当についています。そうですね、それから平本蓮選手、大塚貴文選手でしょうかね、セコンドに。そうですね、大塚君があのレスリングとか、はい、教えてるって言ってましたね、先ほど。ですからこれ平本の動き、この三日月蹴り、前蹴り、面白いですよね。そうですね、でさっきのあのシングルレッグのタックルの、はい、ディフェンスすごい良かったんですけど、あの相手の雨山選手が結構、はい、力強くて、力づくみたいな感じで、ここダブルレッグ、あでもいい対処ですね。それも切った、右のパンチ、離れ際ですよね。さらにザ・ MMA という感じで、組と打撃をしっかり使ってて、はい、あこのボディへミドルキックに対しても、まあ雨山の方がそうですよね、その MMA トータルの動きで、はい、一番今日 MMA を今のところしてますね、はい、これも左足をまたがれると、はい、平本選手としては嫌なんですけど、でも結構言い方あかけれま、あーいけそうでいけない、これ右足、残り時間1分、外れた、走るようにしてかわしています。おお左、さあダメだ、これで終わった、勝者残り50秒になるというところ、ですね、完全にもうタックルだと思ってましたよね。3分必要ありませんでした。いや素晴らしい、雨山聖也いい選手ですね、雨山選手、はい、今も相手の動きに合わせて自分も追いかけてきたり、はい、多分シンプルな打撃だけだと絶対平本君の方が上手いんですけど、はい、雨山選手素晴らしい、この総合的な動きで差をつけてきたようですね、はい、1ラウンド2分3秒、雨山聖也アマチュアルールバンタム級で見事な勝利です。雨山選手には勝者トロフィーが贈呈されます。あでも一発ももらっても雨山選手ひるまずにずっと自分から組みに行けてたんで、はい、やっぱそれが布石となって最後いいパンチが当たりましたよね。まあいうところってどうですか、師匠の前田義郎選手譲りだったりかもしれないですね、はい、あのミックスさせるうまさはやっぱ義郎さん譲りのところがあるんじゃないかなと、さあ見事の完勝を収めました、雨山聖也選手に今一度お手柄の勝利をお願いいたします。まあ格闘ドリーマーズで敗れた弟をですね、はい、いやまだこれから長いんだからなんていうふうになだめたりもしていたお兄さんの姿も印象的でしたが、ここで敗れました、明暗分かれて勝って花道を去っていくのは雨山聖也です。